続いて質疑応答に移りたいと思います。それでは、質問のある審査員の皆様よろしくお願いいたします。桜井にお願いいたします。この報告も非常にそのタイムリーなテーマを選ばれたというふうにまず思います。ただ全体としてですね、非常に技術的な部分もかなり入っているという感じもしました。それからあと既存の制度、例えば先ほど日銀のすでにある制度というのも一部組み込まれてましたが、そういうことも利用するということで、なかなかいろいろな問題をよく考えて組み込まれているのかなというふうに思いました。ただ基本的にまず私ちょっと質問なんですが、その金利が下がる場合と上がる場合、ハイブリッドですから両方出てくると、これは非常に分かるんですが、特にその上げる場合の利益、ここはこのローンだけでその利益上がったかということをどのように識別できますかということが一つ分からないところなんですね。本当にこのローンだけでその利益上がったのかどうか、例えば同時にいろんな設備投資とか機械買ったりとかして省力化なんかやってて、このローンのと同じような結果が出てくるという場合もあるわけで、その辺の場合どういうふうに識別ができますかということが、もしはその辺はどういうふうにお考えになりますかということです。ご質問ありがとうございます。この融資とこの融資で出た利益なのかどうかを識別する、どうやって識別するのかというご質問だったんですけど、私たちはあまりそこの識別を考えてはいなくてですね、この融資は企業側のメリットを最大限にするために金融機関側がリスクを負うことになってしまいます。その企業側のメリットをが大きいので、金融機関側の負担を少しでもなくすために、もしこの融資制度の間に利益が出てしまった場合は、すみません、利益が出た場合は金利をいただきますという解釈でこの融資制度を提案しました。小林様お願いいたします。今の質問に関連してなんですけれども、としますと今の、ご説明ですと、通常その企業が新たな投資を、新たな資金を取るときというのは、その資金が長期的に利益を生むという前提で長期の資金を取るわけですけれども、これは業態によって違う、いろんな業種によって変わってくるかと思いますけれども、例えばその長時間労働を是正するためにじゃあ人員増をしますと、でそこに今回の資金を充てるということは分かるんですけれども、でもそれは直接的には利益に必ずしもつながるとは限らないわけですね。資金のコストは増えるし、そこに新しく取った資本、ローンを使うんですけれども、それが利益を生むということでは必ずしもないというケースがちょっと私の中では頭に浮かんでしまったんですけれども、その企業にとってのメリットは、新しい資金を取ってそこから利益を導き出すというそのあたりの仕組みはどういうふうな前提でお考えになられたでしょうか。この全体の仕組みを作っていくにあたって、どこで利益を上げるのかと、拡大するのかというところはどういうふうに考えられましたか。はい、利益の、向上をこう目的としている融資ではないんです。そもそも、労働時間削減と、生産性向上をして、それによって、企業が、の収益力が上がっていく、生産性向上の変革によって、企業の、収益力が上がっていって、短期的ではなく長期的に見て、少しずつ利益が出ていくという、想定をしました。はい、国谷様お願いいたします。長時間労働の是正というのは本当に大事なことで、
ジェンダーダイバーシティを進めていく上でもこれから本当に大事だと思うんですけども、このプランを、まあ、私一生懸命お聞きいたしましたし、資料も読ませていただいたんですけども、正直非常に複雑で、ちょっとなかなか十分に理解できているかどうかわからないんですが、素人の目で今プレゼンをお聞きしまして、生産性、ごめんなさい、労働時間が、削減されれば金利が下がる、それはその企業にとってメリットがあるということは理解できるんですね。一方で引き上げの基準として営業利益や 実績値計画値に達する、あるいはそれ以上になると金利が上がるとなるところが一番よく分からなくて、企業が、労働時間が削減されて、まあ、人々の働き方改革が進み、それによって業績が上がると今度は金利が上がるとなるとインセンティブがないような気がするんですけれども、つまり業績が上がるところ上がれば普通は金利が下がるのではないかと、企業に金融機関にとってのリスクが下がるということになりますから、本当はそれによって金利を低くしていくのではないかというふうなロジックを思ってしまうんですけど、このプランでは反対に金利が上がっていくというところにとって大変な矛盾を覚えてしまうんですが、どうしてこのようなプランにされたんでしょうか。ご質問ありがとうございます。私たちも金利がもし労働時間が削減されたときに金利が引き下がるだけの場合も考えたんですが、その場合金融機関様の方が、この融資をあまりこうよく思ってくださらなくてすいません申し訳ないです、すいません。業績がアップすると金利が引き下がるというのは普通の融資なんですが、金利が引き上がるというのもすでに世の中に存在していまして、その融資というのが資本性ローンなんです。はい、はい、金利が引き上がるというのは一見デメリットのように見えるんですが、調査した企業側様から金利が、すみません、最初低い金利で貸し出させていただいて、最後利益が上がった時に金利を引き上げてもらうというのは、むしろメリットであるとの言葉をいただきました。その理由としては、あまりうまくいっていない時期に安い金利で借りることができると、少ない売上の中から金利に回すお金の負担が少なくて済むということです。さらに利益が万が一上げられなかった場合は金利が引き上がることもありません。そのため金利を上げた時に企業側が出ていってしまうこともないと考えています。さらに先ほどのプレゼンテーションでもご説明させていただきましたが、信用度が低い企業でもお金を貸し出させてくれるような仕組みを私たちは考えたので、金融機関側様からも将来的に付き合っていくことができる企業の相手を見つけることができると思われます。つまり余裕ができてからより多く返していくという、そういう発想ですね。そういうことになります。 ありがとうございます。まさによろしくお願いいたします。プレゼンテーションありがとうございました。問題意識を私なりにもうフォーカス総括させていただくと、長時間労働の是正ということを金融制度面で後押ししていきたいということだというふうに拝聴させていただきました。その時に非常に単純な質問になるんですけど、これ融資をするということは、企業側がその生産性の労働生産性の向上に資する何かに対してお金を使うことに融資をするという仕組みだというふうに理解させていただいたんですが、例えば具体的に何にお金を使うとかですね、そういったものを想定をされたのかなというのを少しお伺いさせていただこうかと思います。ご質問ありがとうございます。実際に資金使途としてどのようなものに使われているかというご質問なんですけども、スライドの、お手元の資料にもございます資料、プレゼン資料の27ページから29ページに、実際にどのような資金使途として使われているのか我々調査しました。
まあ、主に業務の効率化や残業をさせないシステムの導入等に使われています。はい、以上になります。その他ございますでしょうか。あ、岩田委員長お願いいたします。先ほど の, あの国谷さんの質問とのやり取り、質疑のやり取りと関係するんですけどね、要するに営業利益、まあ、最初生産性労働時間を下げて、そのなんかまあ健康とかなんかよってはむしろかえって生産性上がるというか、これは去年かなんかおととしもこういうのあったんですね、同じような提言がね。で、そうなって結果的に営業利益上がったというときにその金利が上がるというと、最初の金利が下がったところと金利上がったところで相殺しちゃうわけなんですけど、で最後の方のですね、営業利益が上がったときにはたくさん金利もらうとかいうのは、まあ、株式とその似たような発想、株式も成果型ですから、成果がなかったら、ただ株式の場合はね、インセンティブがあるんですね。企業が努力して株価が上がったときに、その株に投資している人たちが儲かるわけですね。だからそういう株主が存在するわけなんですね。で株主が利益を得たりなんかする。でそれによって企業は資金調達は、そこの企業はあのその収益たくさん上がるからって言って投資家がその企業の株式を例えば新株発行に応じるとか、そういうことの仕組みで投資インセンティブができてるんだけど、これはそういうインセンティブがちょっとないんですね。やっぱりこれは営業利益を一生懸命努力、企業が努力すると企業自体にペナルティー、いわば金利の引き上げというペナルティーがかかっちゃう。誰が、つまりさっき言ったように株式の場合は企業が努力すると投資家が利益を得るっていうメリットがあるからっていう、そっちで株式の性質はあるんだけど、この場合は努力すればするほど金利は上がっちゃうんでね、そうすると営業利益や純利益減るから株式市場でもおそらくその株価も下がると思うんで、投資家にとって株式投資家にとってもあんまり有利と思わないんで、要するに誰かがその利益を得るっていう主体がないとこの仕組みはうまくいかないということなんですけど、要するにインセンティブなんですけど、さっきの報告と同じインセンティブの問題を議論してるんですけどね、ちょっとそこがよくわからないというところです。ご質問ありがとうございます。こちらが私たちが考えた想定シナリオの例なんですけど、こちらは当初金利が 0.8% から始まる、すべて丸がついた企業の例となっています。引き下げが完全に引き下がった例ですね。それで金利の一番下の部分の平均と書いてあるところが、企業この6年間で金融機関が平均して得られる金利となっています。でこちらは大体3つか4つぐらい取り組めている企業の当初金利が 0.8% から始まる取り組めている企業の例となっています。で平均金利は 1.2% ぐらいでですね、はい。でこちらが最低限ですね、金利が最低限引き下がる3つ、毎年3つのみやっている企業の例となっています。その健康のために労働時間を減らした企業の方が必ず得をするというふうに金利をうまく設定するということですか、平均して。それなら分かるな。あ、大体そういうふうに設定するできるような仕組みにはしてあります。当初金利も、通常の、当初信用格付けを行った金利から、0.3% 安く設定させていただきまして、それで引き上がったと、こちらの場合は2年目から利益が出たという過程で作ってあるんですけど、それでも大体茨城県の中小企業は 1.5% ぐらいで約貸し出されているんですね。その場合でも普通に取り組んでいただければそれよりも安くなるようには設定してあります。営業利益が猛烈に大きくなったら絶対不利な場合がやっぱり出てきちゃいそうな感じがしますけど。そうですね、私たちもその上限を設けないという案も一度は考えたんですけど、そうしたところやっぱり 7% とか 8% にまで引き上がってしまう場合もございまして、そのため上限を設けて企業側の負担を減らすことにしました。
以上で時和大学チームのプレゼンテーションと質疑応答を終わります。時和大学の皆さん、どうもありがとうございました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。